変えたらね、やっぱ強いよな。自由に動けるの強くない？やりすぎだろ。はっ、ついよ。いや、まあ、むずいよ、このキャラは。いや、多分一番むずいと思う。スパイディシフトあるからな。いつでも帰れるけど。こいつ帰れないもんな、ほんとに。そうもやってみよう。そうもほとんどやったことないけど。移動速度とダメージ変えながら、ここぞって時にバフして、自分で戦うって感じだよね。まあでもストームも強そうだよな。タッコーショーとか取れるしね。ストーム練習やん。あ、でも結構あれだね。結構変差あるな。むずいな。むずいな。よし、いいね。やべ、ひるみひるみ。結構偏差あるな。思ったより偏差あるな。まあ、これが嫌であんま使ってない人多いのかもね。まあ、使えたらでもやっぱ強いよな。自由に動けるの強くない？やりすぎだろ。初めて使ってるけど面白いね。そう、面白いな。人が使ってるのしか見たことなかったから、ちょっと新鮮ではある。いつもヒールしてる方だったからな。まあ、こういう気持ちなんだよ。確かにこれヒールもらえない気持ちになるな。やたらヒール連呼してくるなと思ったらそういうことか。もうちょっと 適正距離は 近めなのかな、これな。あ、これ遮蔽物通らないんだ。あ、やべ、あ、やべ、終わったわ。あ、終わった。あ、あ、ちょっとちょっと、あ、ちょっとあ、巻き込んでいく。勝ったわ。もうちょっと近めの方が良さそうなんだけど、近づくとでも死にそうで怖いな。地味にむずいね、このキャラ。操作は簡単だけど。え、でも無限に空飛べるの強くね？まあ、やっぱヒールもらえないよね感はあるな。確かに、なんで自動ヒールないんだろう。まあ、なんかシビアだよね。なんかオーバーチよりシビアな気がする、このゲームの方が。マジでシビアよな。やたら内容がシビアな感じはある。あ、どこ行った。あー、強っ。ヘラも空飛べるんだもんね。そうなんだよ、ね、ウルト引き継ぐのもそうだよね。ウルト引き継ぐのもそうだ、ね、やたらシビアなんだよな、このゲーム。熱いよ、気持ちいい。やべ、気持ちいい、これ楽しすぎるだろ。楽しすぎて、これポイント取られてね。ストームいいな、思ったより楽しいな。このゲームさ、ランクだとみんな DPS やりたがってさ、ピックできないんだよね、全く。タンクとサポートしか空いてないんだよな、毎回。ここはね、ちょっとなんか、ロール級的なのを用意してほしいわ。
ランク俺サポートとタンクしかマジピックできないから毎回悲しい気持ちになるわ。マジでロール級入れてほしい。ほらでも俺が言った通りじゃん、やっぱ青落ちと同じ問題を抱えてるって前言ったことと同じことになってる、まあ、絶対そうだよ、そうなるに決まってる。本当にならないわけない。そりゃそうだよね、ほとんど大落ちと同じゲームだもんな。同じ問題になるよな。ランクマッチはでもテコ入れした方がいいね。今フルパト当たるしな。ランクキャラ初めて使うからマジでむずそうだ。これ多分ね、スパイダーマンから使った方が良かったかな。スパイダーマンの方が多分機動力あってやりやすいよな。あなんか違かったな、俺間違えたな今。間違えたけど勝ったわ。あ帰れねえわ。やっぱあれか、ブリンク取っとかないとダメか。これで帰んないといけないんだよ多分。むずいな、やっぱスパイダーマンの方が帰れるんだろうな。帰るスキルないのつらいな。あーダメか。いやむずっ、信じられないぐらいうまくいかないじゃん。やっぱむずいんだなこのキャラ。意外とそんなフランクするわけじゃないのか。あマジか。右クリシフト、ああありがとうございます。まあ突撃系の技で入っ2回3回入ってって帰るってイメージなの。まあ、でもやり合ってないとあれだよね、帰れないよね。1回でも外したら終わりだよ、まあ、そこはまあ外さないことが前提なのか。そう考えるとめっちゃむずいな。いやまあむずいよこのキャラは。いや多分一番むずいと思う。今ちょっと練習してる感じですね。臨機応変に動くのもさらにむずいわ。外した時のフォローとかがね、相当慣れないとむずそうこれ。あマジか、外した。マジか。だんだん慣れてきたな。やっぱベノムいると全然違うな。炭酸に弱すぎる。わかる。めっちゃわかる。炭酸きつくない？いいさ、ちょっと自分の上にいたりすると当たんねえんだけど。マジでいっちゃむずいと思う、このキャラ。スパイディシフトあるからな、いつでも帰れるけど、こいつ帰れないもんな、本当に。このゲーム、やっぱ糸で逃げれるキャラめっちゃ強いよな。ベノムもそうだけど、なんとなくで帰れるじゃん、あれ。硬いしね。ベノムは一番まあ、フランク系だと簡単だと思うけど。あーめっちゃ惜しい。あーパック踏まれたのかこれ。なるほど、ワンコン間際だった。
やばい。あ、これ、首が。あ、この時 E で濁せばいいのか。感覚が分かってきた。なるほど。E が緊急脱出かとどめようなんだな。二択なんだ。あ、でもだんだんなんか形になってきたな。感覚が分かってきたな。いやでもね、うまいやつのね、マジでパンサーは、スパイダーマンより強いんだよな。硬い分。パーティー合わせてるからってのもあるんだけど。結構、でも狙えるキャラ限られてるな。なんかやってて思ったけど。だいぶ生存時間伸びてきたね。硬すぎて倒せないけど。あちょっと待って、お前やめろ、逃げるな。もうちょっと逃げんじゃねえ。あ、やべ、ちょっと、おい、なんかそれっぽいんじゃないの。めっちゃそれっぽくなってきたぞ。ブラックパンサー全員一致あるかな。スイタン、いや、ちょっとその余計なことを言わないでください。